16タイプから色とサイズを選べるセレクトチェア。生活スタイルに合わせて組み合わせが自由にできるセミオーダーチェアです。本体タイプ4種類、生地カラー4色、合わせて16パターンからお選びいただけます。セレクトチェアって16パターンの組み合わせから選べるってあるけど、どれを選べばいいの？今日は4タイプあるセレクトチェアからニーズに合わせた選び方をご紹介します。私のおばあちゃんがダイニングでも使える椅子探してて、でもゆったりくつろげる椅子も欲しいみたいで、そんな方には首元までしっかり支えてくつろげるレバー式リクライニング、ハイスペックモデルの L タイプ。 L タイプはこんな方におすすめです。自分用でゆったりリラックスできる椅子をお探しの方、機能性とデザイン性の両方を求めの方、リビングとダイニング両方で使える椅子をお探しの方、 L タイプのおすすめポイント、多彩なリクライニングとハイバック、首元までしっかり支える背もたれ、高さ64センチ。リクライニング簡単、背もたれレバー式、8段階リクライニング、座ったままで楽々角度調節ができます。頭部14段階リクライニングは視線一定、首の疲れを軽減します。お好みの高さを選べる座面高、座面の高さは3センチ間隔で4段階に調節できます。一番低い位置 34.5センチ、一番高い位置 43.5センチ、用途に合わせて調整できます。リビングでリラックスするときも、デスクで作業するときも、最適な座面高に調節することで立ち座りもしやすくなります。 L タイプすごくいいけどちょっと大きい気がする。同じくらいの座面高でもうちょっと手軽なのってないのかな。そんな方には空間を広く使えてリラックス、背中までしっかり支えてくつろげる M タイプ。 M タイプはこんな方におすすめです。しっかり座れてお部屋にアクセントも欲しい方、使わないときはコンパクトに収納したい方、リビングとダイニング両方で使える椅子をお探しの方、 M タイプおすすめポイント、折りたたみもできるミドルバック、場所を選ばず使いやすいミドルバックな背もたれ、背中をしっかり支え、高すぎないので空間を広く使えます。背もたれは折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。リクライニングは7段階座りながらでも簡単に操作できます。お好みの高さを選べる座面高、座面の高さは3センチ間隔で4段階に調節できます。一番低い位置 32.5センチ、一番高い位置 41.5センチ、用途に合わせて調整できます。リビングでリラックスするときも、デスクで作業するときも便利です。 L タイプと M タイプ、よりくつろぎたい人は L タイプ、ある程度くつろげてもコンパクトさを重視したい人は M タイプが良さそう。最近床に直接座るのが苦手で、座卓にも合う少し高めの座面を探してる人は S タイプがいいですか？そうですね、背もたれが欲しい人はロースタイルが心地よい S タイプ、背もたれなくても大丈夫な人はスツールタイプがおすすめです。 S タイプはお子さん用としても使えますよ。では S タイプからご紹介します。 S タイプはこんな方におすすめです。座卓やテーブル用にちょっとした椅子が欲しい方、使わないときはコンパクトに収納したい方、リビング学習で使えるお子様の椅子をお探しの方、 S タイプのおすすめポイント、ちょうど良い背もたれとサイズ感。お座敷使いに合うロータイプ、お部屋のアクセントにも、低めでもしっかり背もたれ35センチ、使わないときはコンパクトに収納できる折りたたみ式、比較的軽いので持ち運びも楽々です。お好みの高さを選べる座面高、座面の高さは3センチ間隔で5段階、より細かく調節できます。一番低い位置26センチ、一番高い位置38センチ、お好みに合わせて調整できます。リビングでリラックスするときや子供用の椅子としてもお使いいただけます。コンパクトなので膝の上でパソコンやローポジションでのリラックスタイムにも最適です。小さいけど S タイプっていろいろ便利かも。そうそう、スツールタイプって背もたれないけど何か他に使い方ってあるの？そうなんです、スツールタイプはスツールとして使う以外に L タイプや M タイプのオットマンとして使うこともできるのです。それは便利、さらにゆったりくつろげるってこと。コンパクトで場所を選ばない、オットマンとしても使えるスツールタイプ。スツールタイプはこんな方におすすめです。家事の合間にちょっとした腰掛けが欲しい方、足を乗せるオットマンが欲しい方、使わないときは机などの下にさっと収納したい方、スツールタイプのおすすめポイント、ちょっとした腰掛けに便利、オットマンにも。
背もたれがないので向きを気にせず座れて、コンパクトなので空間を広く使えます。軽くて小さいので持ち運びも楽々。お好みの高さを選べる座面だか。座面の高さは3センチ間隔で5段階、用途に合わせて調節できます。一番低い位置28センチ、一番高い位置40センチ、お好みに合わせてお使いいただけます。玄関椅子としての使用や、カウンターデスクのスツールとしても便利です。最適な座面高に調節することで立ち座りもしやすくなります。ローポジションでのパソコンやリラックスタイム。寄りかかって休んだりペットにも最適です。L サイズや M サイズと組み合わせるとオットマンとしても使え、よりゆったりくつろげます。セレクトチェアってそれぞれ使う人のニーズによって選べたり、組み合わせて使えるので便利ですね。その他の特徴とか、組み立ては簡単なの？その他にもいろいろ工夫があるんです。肘は質感のある天然木で、立ち座り時の握りやすさを考えた形状です。設置部は安定性と安全面に配慮した転倒防止形状、付属の六角レンチで仮締めをして、最後に椅子を立てて増し締めをします。肘の前側シールに注意して組み立ててください。床の傷防止用のフェルトを貼り付けて完成です。生地カラーは4色、ベージュ、ピンク、グリーン、ブルーグレーからお選びいただけます。セレクトチェアは16パターンの組み合わせ、スツールタイプ、 S サイズのロータイプ、 M サイズのミドルタイプ、 L サイズのハイタイプがあります。 L タイプと M タイプ、よりくつろぎたい人は L タイプ、ある程度くつろげてもコンパクトさを重視したい人は M タイプが良さそう。座卓にも合う少し高めの座面で背もたれが欲しい人は S タイプ、背もたれなくても大丈夫な人はスツールタイプがおすすめです。さて、いかがだったでしょうか。今回は16パターンの組み合わせから選べるセレクトチェア、どれを選べばいいのという方にニーズに合わせた選び方をご紹介いたしました。よかったら高評価グッドボタンをよろしくお願いします。詳細は概要欄をご覧ください。